これから座談会を始めます。看護学部看護学科4年の星です。出身県は福島県です。よろしくお願いします。危機管理学科危機管理学部3年生の小川です。出身県は岡山県です。お願いします。保健医療学科4年の救命講師の吉澤フルトです。秋田県出身です。よろしくお願いします。管理学部動物危機管理学科2年の浅野里穂です。出身県は群馬県です。よろしくお願いします。お願いします。岡山大学を選んだ理由についてです。私が千葉管区大学を選んだ理由としては、大学のすぐそばに海があったり、研究が学べることと危機管理について学べることに魅力を感じて、私は千葉管区大学を選びました。他の皆さんはどうですか？僕は、唯一日本で危機管理学科を学べるのはここだけだと思い、昔から人を助けたいと思ったので、この大学を選びました。自分は、消防士になりたくて、自分の知ってる先輩が、この大学に来ていて、消防車だったり救急車だったりがあって、実際の緊張感を持った授業ができるっていうことを魅力に感じて、ここを選びました。私は野生動物が好きで、野生動物の勉強をしたくて、千葉科学大学のオープンキャンパスで野生動物の専門の先生とお話しさせていただいて、すごく面白くて、この先生と勉強したいなと思って千葉科学大学に志望しました。私は大学の中でおすすめの場所は図書館かなっていうふうに思ってます。今はコロナでなかなか難しいですけど、前は24時間勉強できるっていうところがすごくいいところだなって思っていました。皆さんは何かありますか？僕は、教室で友達と話したり勉強できるのが教室なのでそう思いました。自分は今はやってないんですけど、シーズマリーナって駐車場のあたりなんですけど、海にも近くて、ご飯昼食食べた後に海に遊びに行ったりしてたのでおすすめです。私も図書館がおすすめです。戸籍も多くて机も広くて勉強しやすいなって思います。医療についていけるかっていうことでは、看護学科は授業が結構スピードが速かったりするんですけど、しっかり授業を聞いてわからないときは授業の後に質問したり復習をしっかりすればついていけるかなっていうふうに思ってます。と、危機管理学部など他の学部の方はどうですか？危機管理学科は基本的に専門科目の方がむずいと思うので、そこは努力次第でついていけると思います。保健医療も、医療の専門のことが大学で初めて学ぶので、教科書だったりいろいろ参考書を買って対応しています。動物危機管理学科は講義をきちんと受けていれば心配するほどではないかと思うんですけど、動物の中でも動物看護学コースとかは授業が多くてちょっと大変そうなイメージがあります。実習や施設見学などあったかっていうことを聞きたいんですけど、私は看護学科で1年生から
1年生の時は実習で1回病院に行ったり、2年生では受け持ち患者って言って患者さんを1人で受け持って実習に行くことが1回あって、3、4年生では本格的に実習を7領域行っていて、今も実習中なんですけど、他の皆さんがどのようなことをやっていたか教えていただけますか？危機管理学科は 1,2,3 で強制ではないんですけど、消防や警察の実際の人と一緒に訓練を行ったりしました。救命コースでは3年生の夏休み中に、救急車の同乗実習をして、まあ、実際に救急車に乗って、病院まで搬送っていうのについていきました。で、今ちょうどゴールデンウィーク明けから病院実習で2週間ですね、1週間病院に実習に行ってます。コロナで Zoom の遠隔授業だったので実習にとかはほとんど行けなくて、本来ならば牧場とか愛護センターとかお笑い水族館に全員で行けるんですけど、私たちは唯一少人数、半分の人数だけでお笑い水族館か愛護センターに分かれていって、私はお笑い水族館に行って水生生物の勉強をしたり施設の裏の見学をしたりしました。で、2年生はこれから夏休みとかに2週間自分の行きたい場所に実務実習へ行ったり、あとは成田のケーキ場とかに、また人数は少ない少人数で分かれて行くんですけど、これから実習があります。私はその覚えることが大変な科目とかは結構早めのうちからちょっとずつ隙間時間とかで行ったり、あと直前には友達と問題を出し合ったりして勉強しています。他の方でその試験勉強をどういうふうにやっているか教えていただけますか？試験範囲が出たらその場でもう復習予習をして、で試験範囲がわからないやつはもう一通り授業で出た問題を見てます。自分は、まあ、先生が、まあ、ここは必ず出すっていうところは何個かあるので、まあ、そこは絶対に覚えて、あとはまあ教科書を一通り見てっていう感じです。私もレジュメとか教科書を読むぐらいです。看護学部は学年が上がるとそれにつれて課題の量も増えてきて忙しくなるので、さっきも言ったように私は移動時間とか隙間時間の活用っていうことを大切にしています。あとは授業で重要って言われた部分はしっかりマークしたりして、そこを中心に勉強を行っています。行うことをお勧めします。他の方は何かありますか？僕は暗記問題だと寝る前や朝起きて1個でも多く覚えてから学校に来たり寝たりして、数学的なもう暗記系ではないものは授業中に分からなかったら聞いてその場で分かるようにしてから一日を終えます。自分はそう教科書だったりレジュメを最初にざっと読んで大体理解してからノートに書いたりして、まあ、2週ぐらいしっかり回して覚えます。私は、なんか講義を真面目に聞くのが一番いい勉強法だなって思って、なんかノートをきれいに取ったり色ペンを使い分けたりするよりかは先生の話を聞き逃さないように
汚くてもいいからたくさんメモすることが一番いいと思います。課題がなくて余裕があるときはまとまった勉強時間っていうのがあんまり取れないので、その土日でしっかり勉強したり、あと気分転換というかになるようにネットフリックスとかで映画を見たりして過ごしてます。他の方の休日の過ごし方も教えてください。僕はサークルやったりアルバイトをしたり自分の趣味に没頭しています。自分も、まあ、趣味が、まあ、何個かあるので休日はそれに当ててます。私はサークルがあるときはサークルに参加したり趣味をしたり、あとズームで友達と集まって結構夜までお話ししたりします。私サークルに入ってないんですけど、皆さんサークル入られてるってことなので、どんなサークルに入っててどんなことしてるかっていうのを教えていただけますか？今3年生なんですけど、3年生で立ち上げた BRR サバイバル災害サバイバルっていうサークルで、自然災害や人的災害で身につけるような経験スキルをそこで学んでいつでも動けるようにしております。自分は3年生まで学生消防隊に入っていたので、まあ、交通整備だったり銚子で行われる祭りだったりマラソンの警備だったりをしてました。私はダックというサークルと CAC という2つのサークルに入ってて、ダックはなんか大学で飼ってる2匹の犬をお世話してペットセーバーの資格を取るサークルで、 CAC はアクアカルチャークラブって言ってなんか水生の飼育をしたり野外調査に出かけたりビーチクリーンをしたりいろんな自由に活動ができるサークルです。工学部は大変と勉強についていくのが少し大変だったりするんですけど、実習ではすごい貴重な経験ができて学びを深めることができるので、ぜひ看護学部に入学してください。危機管理学科は、高校までには出てきてない分野なので、もし人を助けたいと思ったらぜひ危機管理学科へお願いします。救命コースは、実際に、まあ、救急車だったりを使った実習をしたり、まあ、実習室も24時間も自由に使って勉強などできるので、とても将来の夢を叶えるにはいい学校だと思うので、ぜひ入学してください。動物危機管理学科は先生がすごい優しい先生で面白くて、もう何でも相談できるような環境で楽しいので楽しいし、コースは3年生から分かれるので 1,2 年生の間はいろんな動物のことを勉強できるので、ぜひ入ってください。